はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。今日は、炎の勝負との戦い最終日なんで、なんでいつも最終日に取っとんねんって感じなんですけど、チャレンジやっていきますか。なんかスタンが一応有効っぽいんで、スタンパーティー、まあ有効って言ってもね、プラス125って結構ね、当たんないんだよね。プラス50ぐらいでも結構当たんなかったりするよね。まあ、とりあえずはいつもの周回業パーティー、私のメインデッキ、で、挑んでみて、ダメそうだったら、頑張ろう。さあ、実はこの BGM ちゃんと聞くの初めてかも。いつもオートプレイやってるんで、オートプレイ時は基本的に私、無音でやってるんですよね、このゲーム。さあ、どうする？でも、ザンが当たるんだよね。そういう意味では、ザンパーティーってのも悪くないかも。どうぞ、ミラージュステップで一応少しでも知力を下げるのは無効ではないと思う。で、こいつは熱は効かない。冷気に弱いんだね。冷気は特に持ってきてません。でも、ザンはそこそこいける。まあ、1、チャレンジ1ぐらいは勝ちたいよねっていう感じですよね。で、一応嘘でも腕力に下げて、まあね、そんな大した手バフにはならないですけど。はい、ナイス。あ、これいいね。3連撃。これ止まるんだよね、そう。多分あれだよね。やっぱり前回の、禁止姫とか、あれも連撃だったから一発目をカウンターとかで止めれば多分、クリアできたのかもしれないよね。多分そういう攻略法だったんだと思われます。多分ね。あくまでも多分。まあでも有効だとは思うんだよね。まあ実際禁止自体が、禁止ミラーでカウンターを見舞いするというのもあったのかもしれない。パニックバーナー。ヘビーキック。今んとこ楽勝のような雰囲気だけど、なんか、ただこいつ確か厄介な攻撃をしてくるんですよね、確かね。まあちょっとずつ癒していこうか。ただこのままじわじわいけたらいいんですけどね。ラウルスタやっぱ。あ、知力下がんない。珍しいね。そう、一応ね、素早さを下げる効果も。瞑想。で、メテオスウォーム。チャージなんとか。で、これ被害は出てきましたね。いけるんでしょうか。だスタンが当たるんだったら、まあ、スタンの方が楽そうだけどね。まあ、試してみよっか。ビッグバーナー、スクラッチ。一回フルオーバードライブしてみますか。そういうのがもういらなかった。大丈夫かな。大丈夫かな。これそこそこのダメージを取って、こう、ミラージュ風ボール。カズボールなんだけど、ミラージュ風なボールです。一層からのメテオスウォームか。あ、麻痺ってる。マジかよ。麻痺るのは効いてないな。そっか、別に麻痺もあるんだっけ。これ大丈夫かな。ちょっと、体勢が悪くなってきましたね。そして、火炎。そろそろソフィアの LP が怪しいですね。あ、再生光打てないのか。そうなると話変わってくるな。そうなんだよね、白バラの難しいところは。なんとかなるかなと思いたいんですけどね。アフリアの LP も怪しくなってきましたが、オーバードライブは使えないって、どっかですか、そう。うわぁ、連チャンか。耐えた。ナイス避けた。ナイス避けた。あー、それはまずい。それはまずいな。予定が大幅に狂うね。予定が大幅に狂ってしまいましたね。ちょっとマドレーンが混じってるのが結構刺さってるよ。それはちょっとまずいですね。下腹の再成功を打つ予定だったんだけど、ずれてしまいました。そうね。耐えた。リフレクト。さあ、そうこう言った間に治りましたね。治ってしまいました、マドレーン。自力で。まあ再成功を。気悪いな。打っちゃおうか。まあ少しでも火力を上げるために打ちましょう。あんまりね、そこまで伸びないですけどね。前雷打ちの通常ギリ、骨砕き、出番力を少しでも下げたい。めっちゃ体力上がってんな。
やめたかな。メテオフォーム、メアグレ、あ、違う、バーニングチャージ。メテオフォームと当たりないのか。あらー、これはまずいので、回復薬を失ってしまいました。そうなるのか。そうなるよね。ギリギリっすね。ギリギリいけるかどうかのレベルだね、これ。敵のこいつの攻撃の次第か。っていうか、多分これが限界かな。行ったとしても、なんか2はいけなそう。足りないんだよね。このターン耐えればワンチャン。あとはディフレクトに行きたいか。耐えた。勝ったかな。勝ったか、足棒フラグだから。すげえな。でも結構やっぱ体力上がってんだね。残機はそんなに、残攻撃ではそんなに、あ、ナイス連携勝ちました。だけども、打撃めちゃめちゃ硬くなったね。うん。やったー、勝ったー。イエスイエス。勝利時の BGM もね、ちゃんと変わってるんだよね。イエス。とりあえずですね。はい。よーし、よし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 。まあ、多分2は無理だと思う。2は無理だと思うんで、スタンパーティーで、もう1が今ギリギリだったからね。このパーティーが有効だったかはチャレンジで、チャレンジしてみましょう。チャレンジでチャレンジ。うん。まあ、とりあえずひたすらはめるという。で、スタン体制も下げていけるんだよね、若干だけ。バーバラとかが下げるはず。それではでもフェイント。で、このジャミルはね、通常攻撃というかアビリティでもスタン入るんで、なりはらいなりはらい、バーブルスナップ、バーブルスナップがかなり言うかとも確率大なんですよ、これ。うん。で、バーバラは、しばらくかな。それ火力は出ないけど、ワンチャン千葉じゃないけど、ね、タイミングとりあえず、スキルによる、スキルのアビリティによる、スタンは入ります。あ、やっぱ効かないですね。確率大だけど、当たらないですね。はい。うん、もうね、ここまで来ると、あれですね、やっぱね、コンピューターの体制も見た目以上にあるんですよ。なんで、させないですね。はい。今、スタン体制125なんですけど、全然ですね。うん。かなり普通にね、スタンに弱いやつだったら、あっという間にスタンしか始めない。なんか全部当たってもおかしくない。けど、スタンしませんね。はい。しませんね。全くしませんね。で、大のバブルスナップでもスタンしません。これなんかスタンでこうやって止めてることはね、縛ることはできなかったということですよね。うん。ということで、ここまでかな。俺たちの冒険はここまでだ。スタン体制下げていけばワンチャンスあるかもしれないけどね。あと成績とかでも一応あるのか。スタン体制を下げるという成績をつけたりするのも一応かもしれないけどね。うん。一切しませんね。うん。125という数値ではね、測れないですね、これね。あ、強い。あ、無理ですね、これね。これね、無理ゲーですね。はい。まあ、一応やるだけやりますか。一応ね、せっかくだから。はい。まあ、とりあえず、このスタンパーティーはないなということがよくありましたね。やっぱり、まあ、とりあえずね、禁止は1もクリアできなかったんで、まあ、1倒せただけでも、よしとすべきでしょう。ここはすごいきついかな。まあ、デバフパーティーで挑めばワンチャンスあんのかな。でも結構こいつ、もろもろステータス上げてきますからね。うん。ちょっと手強いのではないかなっていう感じですかね。全然いい。さあ、まあ、なんだ、ディフレクトの発生率だったりとか、まあ、そういうとこが重要になってきますからね。ソニックバーン、火力がね、さっきと全然違うよね、火力が。うん。わかんないっすけど、最後なんだよな。まあ、それでもでかい。それから3連撃とかで結構ステータス上げられちゃうんだよね。それがステータス上げてくる前に、しっかりしとれればワンチャンな。うん。素早さだけはめっちゃ下げられないんだけどね。ソニックバーンの体感一応落ちてるのかな。うん。知力なのかちょっとよくわかんないけどね。うん。さあ、バチバチ回復し始めますか。あんなにね、ソフィアのね、回復とかほどほどにしたいんですけどね。LP の都合ね。託した方がいいとかもあるから。なかなかバランスが難しい。風見の味ヒールボーイ。まあ、割と好調ですよね、今のところは。メテオスウォーム、そうね、こっからだね。こうメテオスウォーム絡められちゃうと、ダメージが取る前にマシマシのアタッキー。結構刺してんのかな。今回割と弱体化できてる。うん。ソフィアの LP、いやでもな、適度に回復していきたいよね、実際。悩ましい。あー、下がんなかったか。1秒下げたかった。ナイス、で、ここでソフィアが託して、これ、仕切り直しですね。いや。モバダイブしよっか。で、最速再生攻撃打って、あと1回ぐらい託したいかな。再生攻撃。なるほど。あ、違う、あ、なんか結構下げないな。こいつが効きづらいのかな。あー、来たー。でも、まひはしないね。待って。なんか結構いけそうな気がするね。なんか、まだまだいけそうな気がするけども。大きいかな。ミラージュカズキだ。競争もよく頻繁に打ってくる。瞑想打つは限らないな、ね。そのぐらいのカウンターが。さあ、ヒーローでなるべく打ちたくないと言っていますが、どっかで打たなきゃいけないよね。まあ大丈夫かな。あんまり出し惜しみしてると、やばいよね。まあ、あと一回隠せれば、おー、5連携。ミラージュ効果で再生クラッシュ。ありそうだな。ここまで勝ちたいな。瞑想からのサイン。ドアニューチャージ。さて、ここですね。あと一回隠せれば十分か？ということで、いきますか。
まあ、リフレクトも結構出てるから悪くはないね。まあ、最速でやる必要があったかどうか、気あるけどね。まあ、でも幸いというか、白バラの回復も出なかったんで、それならそれってことね。うん。無形症も目を隠しました。キックナイスカウンター。これは勝てそうか？ありそうですね。まあ、単体でもいきますか。あ、ちょっと待った。ここで再生攻撃出ないのか。まずいね。もう一回託したいね。近くだから。うん。全体攻撃しないでほしい。瞑想からの？はい。あー、消えたー。消えちゃいましたね、ソフィア。ソフィア消えてしまいましたか。残念。やむを得ない。再生攻撃で、焦げ2、通常切り、風切り、抜け押しも止めてあんまり切らしない。OK。耐えた。これはいただきか？フルオーバードライブ。ミラージステップ。チョコレートボール、風切り。当てましたね。いけるもんですね。いやー、でもなー、どうだろうか。まあ、禁止よりは強いな。多分禁止はね、攻略法分かってないと勝てないんだよね。多分カウンターとしなきゃいけないかな。って気がします。こいつはまだ割と真っ当な、ね、そんななんか、普通に戦ってもやれそうな感はあるね。3も行く？ここまで来たら。だがしかし。行くだけ行こう。ここまで来たら。まあ、ダメそうだったら早送りしようかな。倍速しとくわ、多分。ただ、もうそろ強いと思うんだよね、もうそろね。ミラーステップ。信頼。まあ、徐々に強くなっていく感じだと思うんだけどね。でも、もうそろ強いかな。速くなって、素早さもちょっと速くなってるかな。あ、もともとそもそもダー耐性がついてるんだよね、忘れてたけど。3連撃の威力もちょっと上がってきて、でもこれでもなんか結構ボスって行動パターンってある程度決まってる感じするね、これね。で、白バラじゃなかった、白バラじゃねえや。禁止も、落雷3発で撃つターンと、カウンターするターンとか決まってた気がする。ミックブラナー。いいキック。なんかやり合えない感じではないよね、なんか。割かしいける感は、あるよね。なんかなんならまだいけるんじゃないかなってちょっと、錯覚しちゃうけどね。まあ、メテオスウォームの火力とか、あとまあ麻痺とかかな。麻痺耐性そこまで徹底してないからね。メテオスウォーム出ました。避けました。そうね。だからまあ割かし、多少のデバフはしてるから、そのおかげかな。多少デバフしてるおかげで、なんならもうちょっとだけいけるかな。とか言ってやってると、やられそうだよね。ヒールライトを出し押しにして、託す頻度を上げていくかどうか。だよね。まあ、それも確かに悪くはない戦法。ああ、今腕力下がらなかったよね。これ託しました。はい。で、最速で起こそう。あ、これいけそうじゃない？なんか。いけちゃう？これ。どうだろう。最速でソフィア起こしといて、切って、ミラーして、風切り、メイソー、メテオスウォーン、耐えた、スクラッチ、耐えた、オールオーバードライブ。あー、ここはさすがに回復欲しいね。ここはワンチャン白バラ癒しといて、焦げ釣りのリラーズステップ、あ、これ打てないのか。白バラ落ちたら笑えないから、ここは、これで行きましょう。ミラージュ風ヒール焦げ、ミラージュ風ヒール焦げつ。なんとか風、ミラノ風ドリア、みたいな。耐えた。いいね。で、ヒールライト、オンゾーン、焦げつ、ミラージュステップ。再生後、アセルス。忘れた。風切り。もう5割削ってます。ミラージュ焦げつ。殴れ。風切り。再生後。瞑想からの、火炎。3連撃。止めてほしい。止まんなかった。いや、ありそうだな。なんか悪くないな。ここまで来たら、託す回数が多分そんなにいけないと思うんで、ヒールライトを適度に打っていきたい。焦げつ。ライトステップ。で、ここ再生後温存かな。再生後温存しておこう。焦げつ。ミラージヒールカズキリ。
オラーして殴る。敵が仕留めた。託された。痛い。通常攻撃、ラージステップ、再成功、ソフィア、カルティ。素早さ勝ってるのか、てか素早さ避けてるからか、風切りとかで。これがでかいんだろうね。なんだかんだで。風切りと、チョコレートボールで素早さダウンさせてるのが割と効いてるんじゃないかって。ナイスカウンター。でかいですね。火炎、耐えたね。ビューネ耐えたのは偉い。タックス回数あと1回でいいかどうか悩ましい。このヒールライト、我慢してみるか。攻撃、ミラージステップ。これ再成功、タグが違う。風切り。焦げて再成功、風切り。焦げて、違う、小再生風切り。ちょっと足りないよね。魔力下がんない。むむむ。さて、ヒールライトを打たざるを得ないか。託すのがあと1回。チョコレートボールを打つしかない。回復が足りなくなってきたね。回復調整ミスったかもしれん。風ボール。ここ次第か。メイキオスも来た。託せなかった。そして麻痺してしまう。これは？これは？負けたかしら。ちょっと足りないなぁ。てか、ビューネー、マヒッタのきついなぁ。しかも再成功がもう使えない。ちょっと回復ミスったかもしれない。これうまくやれば勝てるかもなぁ。どうしよう、これ。託した。あぁ、クラウンかい。そこはディフレクトしてほしかったなぁ。カウンターも入るからね。カウンターダメージョン。あとはビューネーがうまく盾になってくれたら理想。そうはいかないかなぁ。エティオスウォーム。うわぁ！うわぁ！くそー、麻痺ってなければな。麻痺耐性をちゃんとつけてくれば今度はならなかったんかな。動ける。これくすばやさ勝ったら超高速ナブルで終わんじゃねえか説持ってった逆にね、ピーピーたまるからね。大逆転、これは胸熱だね。結構ね、ここまでかな。多分さすがにこれ以上は限界だと思うよ。もうやんなくていいかな、さすがに。動画長くなっちゃうしね。はっ、初めてじゃない、私ロマンシングって。ちょっとごめん、やりたい。これがあれか、なるほど、一番上か。やりてえ、初めてのロマンシングだわ。マジか。これだけでも別撮りしたいな。ちょっと切って別にすっかも。そうなんだ。どうしようどうしよう。まあ、やっぱバリ強なんだろうね。ロマンシングっていう難易度。ジンラージナブラ。連携ダメージ高いな。弱体化しなかった。まあ、そこまで、バリ強くはなってないけど。まあ、やっぱさっきまでちょっと強いね。どう攻めるか。あ、素早さが速いな。まあ、落としていけばいいんだけどな。いや、風切りいいね。なんだかこの素早さ下げる効果は結構本当に偉大。全体ですね。マヒした。あー、強いっすね。あー、強い。さっきまでの比ではないか、これは。これは負けちゃいましたね。まあいいでしょう。まあ、そこが見れただけでもよしですね。あ、これはまあ、このままくっつけてもいいかな。いや、どうしようかな。いや、初めてのロマンシング的な動画を出したい気持ちもするんだけど。なるほどな。すげえ強いわ。なんか、おまけにしかなんないか、これは。もう無理ですね。すごい強いね。すごく強いわ。ちょっとだけ強いと思ったけど、結構強いね。だいぶ強いわ、そこまで。まあでも、多分対策していけば勝てるんだろうな、ある程度はね。はい、というわけで、なるほどね。これがロマンシング、難易度ロマンシングの、まあ洗礼というやつですかね。なるほど。
はい、というわけで今回はこの辺で、まあちょっとこれ最終日なんで、しかも多分動画上がるのは明日なんだよね。うん、だから皆さんも良ければとは言えないんですけども、はい、というわけで、まあ炎の章までの戦いね、皆さんお疲れ様でしたということにしましょう。というわけでまた次回に、まあ今は結構ロマンシングサガリユニバースの動画はね、結構あの生放送を主体にしてるんですけど、たまにはこれ動画で上げるのもいいかなと思ってます。まあどう、いやそれこそあれだったかなと思った。実際そうね、まあ生放送でこれもチャレンジもやっててもいいと思うんですけど、まあちょっと考えます。はい、じゃあそんな感じで今回はこの辺でお疲れ様でした。さようなら。